シシュマール級潜水艦は、インド海軍が運用する、通常動力型潜水艦の艦級の一つ。ドイツのホバルツベルケドイツ造船の輸出用、潜水艦である209-1500型潜水艦を、元に、インド海軍の運用要求に応じたカスタマイズを、加えて開発された。収益している209型としては最も大型であり、 熱帯で運用されることもあって、蓄電池も他の方より大容量化されている。また、やはり同型の中で唯一、非常時脱出用の救難球を搭載している。本球は近代化回収済みであるが、さらなるエープ推進負荷を含む近代化回収の計画もある。1970年代末の時点で、インド海軍は、 すでに8隻のカルバリ級潜水艦による潜水艦部隊を有していた。同級は優秀な長距離潜水艦ではあったが、すでに旧式化しつつあった上に、元来がロシア沿岸の高緯度地方での運用を想定していたことから、インド海軍が主な作戦海面としている熱帯地方には不適当な面もあった。一方、 ドイツのホバルツベルケドイツ造船社が輸出向け潜水艦として開発していた209型はすでに中南米諸国などといった熱帯地域の国でも運用されておりまた顧客の要望に応じたカスタマイズにも柔軟に対応していたこのことからインド海軍は209型の導入を決定し1981年に HDW 社との技術協定を締結した この協定によると、HDW 社が、キールで2隻を建造した後、HDW 社の指導、技術支援の下で、ムンバイのマザゴン造船所において4隻を追加建造することとなっていた。しかし、1998年のインド核実験により、残りの2隻は、キャンセルされた。なお、本級は2000年より順次近代化改修を受けている。 本型の技術的特徴は209型と概ね同じであり、単核構造の耐圧核の上に非耐圧、大型の上部構造を乗せた構造となっている。ただし、他型とは異なる点として、セール直前の上構内に非常時脱出用の救難球を搭載している。これは、事故など損傷によって、浮上不能になった場合に、 すべての乗員を収容して脱出するためのもので、スタンキーフードや、精鋭などによる、個人脱出よりも減圧症や低体温症に、罹患するリスクが低減されるものの、このように狭い区画内で多人数が、一定時間生存し、また様々な解消状況の中でこれを回収する、ことは、決して容易ではないことから、採用例は、多くない。ありがとうございます。